どうも、ハルカットです。レジェンズデッドエレメガ進化がほぼ確実に追加されるポケモンたちについて。ポケモンは定期的に新しいゲームが発売されているんですが、2月にポケモンプレゼンツにて発表されたのがポケモンレジェンズ ZA というゲームです。こちらのゲームは2025年に発売予定で、レジェンズアルセウスに続くレジェンズとついたゲームとあってかなり期待度は高いのですが、今のところ XY で出てきたミアレシティが舞台ということ以外詳しい情報は出ていません。ただ公開された PV の最後にメガ進化のマークが映ったので、メガ進化が来ることは確定です。では一体どんなポケモンのメガ進化が追加されるのでしょうか。 SNS で一番来そうだなという意見が多いのは XY の御三家のポケモンのメガ進化です。ブリガノン、魔法騎士、月光牙ですね。この3体は御三家ポケモンなのに、なぜか XY からの新要素であるメガ進化がありません。一応月光牙はサトシ月光牙という個体がいるんですが、これは人とポケモンの絆が起こす奇跡の現象、絆現象によって新たな力を得た月光牙の姿で、特性によって姿が変わっているのでメガ進化とは違います。なのでこの御三家の3体のメガ進化が来る可能性は高そうです。次に期待されているのがリザードンのメガ進化 Z です。リザードンのメガ進化が X と Y で2つあるので、そうなるとレジェンド ZA でメガリザードン Z は出るのではないかという予想ですね。3種類目になるのでさすがに優遇されすぎじゃないかと思うんですが、もしこれがあるとするならミュウツーのメガ進化 Z も出てきそうですよね。でもどうなんでしょうか。3種類目出すぐらいなら他のポケモンのメガ進化を追加しそうではあります。で他に期待されているのは XY から登場したポケモンのメガ進化です。個人的に XY のポケモンだとファイアローとかヌメルゴンが好きなので、メガ進化来たら嬉しいなと思います。ギルガルドとかもメガ進化したらかっこよさそうですよね。あとこれは個人的に思うんですが、 XY 以降で出てきた人気ポケモンのメガ進化もさすがにここで追加されるんじゃないでしょうか。ミミックとか第8、第9世代の御三家とかは結構ありそうだなと思うんですよね。皆さんはレジェンド ZA はどんなメガ進化が来ると思いますか。よかったらコメント欄でコメントしてみてください。サトシのゲットした御三家は全然進化しない。ポケモンって進化するポケモンとメタモンみたいに進化しないポケモンがいますが、御三家のポケモンは全てに進化しますよね。例えば人影なら人影、リザード、リザードンと進化しますよね。でもサトシがこれまでゲットした御三家ポケモンって最終進化系まで進化したポケモン少ないんです。中には一度も進化せず最初のままのポケモンもいます。今回はそんな一度も進化しなかったサトシの御三家ポケモンをまとめたのでご覧ください。まずは初代の御三家から。不思議なレトゼニガメ、御三家すべて旅の途中でゲットしましたが、最終進化したのは人影のみです。不思議種は結構長くサトシの手持ちにいて一度進化しそうになりましたが、不思議種が拒んだため進化しませんでした。まあ御三家3体とも最終進化するとサトシが強すぎるし、ゲームでは最初の1匹しかもらえないのになんでサトシだけ3体コンプしてんのってなりそうだから、最終進化は1匹だけという設定にしたんじゃないかなと思います。次は上都地方、いつも踊ってて元気なワニの子。とりあえずワニの子は最後までワニの子でしたね。大ダイル見たかった。ちなみに日の嵐とチコリータもゲットしたんですが、この2体は1回だけ進化しました。マグマ嵐とベイリーフになりましたね。次はシリーズ飛んで一周地方、こちらも御三家は全てコンプしました。ポカブーは一度進化してチャオブーになりましたが、他の2匹は一度も進化しないままでしたね。この時のサトシは前回のゴーカザルと次回がかなり印象に残るものだったので、ネット上ではサボりすぎ本当にポケモンマスターになるのかとかめちゃくちゃ叩かれていました。最後にアローラ地方のモクロ、このモクロが進化しない理由は明らかになっています。落ちていた変わらずの石を気に入り、それを飲み込んでいるので進化しないそうです。まあアローラ地方はモクロがサボってた分ガオガーエンが頑張ってましたね。リュックに入ってるモクロ可愛かった。ポケモンの騒動第一次コイルショックについて。ポケモンの人気投票って定期的にありますよね。自分が好きなポケモンに投票することができます。こんなポケモン人気投票ですが2008年にも行われました。2008年の劇場版公開記念として行われた人気投票です。選抜された9体のポケモンの中から好きなポケモンを選び投票するというもので、1位から3位に選ばれたポケモンは待ち受け画像が配布されることになっていました。でこの投票なんですが、リアルタイムで何票入っているのか分かるようになっていて、最初この中で最下位だったのがコイル。このコイルがかわいそうに思ったのか、インターネット上ではコイルを1位にしようというスレッドが立てられ、そこに集まった人々がどんどんコイルに投票するというコイル祭りが行われました。当時はパソコン内の履歴を削除すれば1人何回でも投票することができたそうで、一人一人がバンバン投票を入れたそうです。さらに自動投票ツールが作られ、一気にコイルへの投票が加速しました。この自動投票ツールですが、ピカチュウに入れることもできたそうですが、コイルではなくピカチュウに票を入れた人もいたとか。しかし実はこのツール、ピカチュウに票を入れようとするとコイルに投票されるトラップが仕掛けられており、これが一層コイル票を増加させたそうですやばすぎ。事態を重く見た運営はメンテナンス中として投票を中止にし、結果的にランキングでは1位シェイミ、2位コイル、3位ギラティアという結果になりました。これがコイルショックです。この3体が待ち受け画像として配布されました。実際の待ち受け画像がこちら。
ピカチュウの進化先はライチュウ、ライチュウの進化先も実は存在するはずだった。皆さん、ピカチュウの進化先といえば、そう、ライチュウですよね。それではライチュウの進化先はありませんよね。今はそうなんですよ。実はピカチュウの原案の時点ではライチュウの進化先のポケモンが考えられていたんです。その名はゴロチュウ。名前はちょっと可愛いんですけど、見た目は牙むき出しで角も生えてる、あろう雷様のようなポケモンだったそうです。強そう。そこまで考えていたのなら、どうしてボツになったのでしょうか。それには2つの理由がありました。まず1つ目はゲーム的なバランスによるものです。デザインが良くないのとかそういうのではなく、単にゲームの内容的に1回だけの進化の方がバランスが良かったんです。2つ目の理由はゲームデータの容量の問題です。当時のゲームはあまり容量が多くなかったので、御三家以外の2進化するポケモンを1回だけの進化に変更してデータを減らさないといけませんでした。そこでピカチュウも1回の進化になったそうです。その後のゲームシリーズでピカチュウの進化前であるピチュウが登場し、今のピカチュウの進化ラインになったんですね。逆に言うとゴロチュウがいたら、今頃ピチュウは存在しなかったのかもしれない。巷で笑い、新主人公リコの可愛さがヤバすぎる件について、今放送されているアニポケ新シリーズは、主人公がリコとロイで、二人はライジングボルテッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ています。この新シリーズは4月から始まり、早くも半年以上は経過しているんですが、最初はサトシロスがあったこともあり、人気面では一度低迷した印象はあったものの、現在では毎度続きが気になる展開作り、伏線などを散りばめた脚本のレベルの高さ、作画の綺麗さが話題になり、ファンもどんどん戻ってきており、確実に人気を取り戻しつつ、一部では昔のアニポケを超えるとも言われています。そんな中でより話題になっているのがキャラの可愛さです。サンゴというキャラの存在の登場はもちろんですが、やっぱり主人公リコは可愛いという声も多いです。前回リコは実はカレーガジ勢という裏設定が判明し、ドットを元気にするという目的もあり必死だったというのもあると思いますが、この真心レスのシーンは特に可愛かったですよね。その他にもこの回ではシュンとする表情やアウターを脱いだ姿、エプロン姿などを見られ、もともと可愛いと話題だったリコですが、前回の回でよりこの新主人公リコには中毒的な可愛さがあるというのがネットの中に浸透したイメージです。中にはアニポケといえばサトシのような主人公を想像する視聴者も多いですが、そこはうまくロイが引き継ぎ、女性視聴者の心はフリードやアメージョをキャッチしており、一番ポケモンの中で多い視聴者層である可愛い女の子が好きな男の子の心はリコやサンゴはキャッチしていますよね。そういう面ではキャラクター面でもよくバランスが取れているのが今の新シリーズですよね。さらにすごいのが、このシリーズはオリジナルキャラだけでほぼ人気を確立してきていることです。ここにカブさんのようなカッコキャラの再登場、ネモ、ナンジャモ、コルサといったSV 既存キャラの登場なども織り交ざれば、本当に前回のサトシ時代を超えるシリーズになるかもですね。みんなは今のアニポケの未来の可能性についてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。ドットのボルスチャンネル登録、視聴者ボタンよろしくお願いします。どうもドットです。せーの、グッディー。